で意外と球速が変わらないとかあるじゃないですか。だからそれの大きな要因が、我々こう足が地面についていて、地面の近くからこうやって動かしていくことによって、こうねじれるんで強く投げれる状況で、こっちを先に行っちゃうと極端なのは、その空中とかジャンプして投げているのと同じような状況になっちゃうから、だからいくらこっちで頑張っても強く打っているつもりだけどあんまり変わらないみたいな、下が先に回ってくる、で腰が回ってくる、胸が回ってくる、最後腕っていう下から回っていく、これができてくるとガッて力んだ時にもう一個上がってくる、下から中央を意識する、下からあくまで下からその感じをひたすら続けていって、こんなの正直5回やった10回やったで得られるものではないんで、ましては大人になってくるとやっぱ昔の癖みたいなのがあるから、でもある程度数やって下から振られる感覚を自分で作っていく、